待てよ、てめえ。おお、おお、逃げんじゃねえ。待てっつってんだ。なんか消えちまえ。お疲れ様でしょ。あいつ、ちょっとお前、とりあえず財布出そうか。邪魔だ。いらっしゃいませ。ゆいです。よろしくね。桐生一馬だ。あは。ああ。何頼みます？頼む。はーい。こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。さん、今日はお仕事だったの？いや。そうなんだ。お仕事を辞めちゃったの？うっそ、マジで？ああ。何やっちゃったの？おいおい、自分から振っといてそれはないでしょ。これ、絶対。まったく。でもそれじゃ、だって働いてなかったら高いお酒じゃんじゃん入れたりしないでしょ。お金のこと気にせずにまったり楽しめそう。それはそうだけど、その分。何？つまり高いお酒を頼む人はその、なるほど、そういうことあっても笑顔でさらっとかわしてもっと高いお酒注文させることがいるけど、でもその気にさせておいて後で断る。だから私は初めから
いくら貢いでもお客さんには絶対惚れませんって言う。でしょ？まあ私はそういうことして。それじゃあ。どうぞどうぞ。ギャップ。最近ね、何か習い事始めようかなって思ってるの。他の子を見てて思ったんだけど、やっぱり昼の仕事を持ってる子の方がお客さんとの会話が弾む気がするの。その点、私はお水の経験しかないから、お客さんに聞く。そうなのよ。それで習い事なら自分のペース。なるほど。それが悩んでるんだよね。いざ調べてみるとたくさんあった。どうだ、定番だね。私もそれ考えた。そうなんだ。じゃあ前向きに考えとこ。妹がね、整形するって言い出してさ。おいおい、やだ桐生さん、なんか勘違いしてない？整形って言っても、え、もっとすごい子になるとほっぺたとか顎を削ったりするみたいだけど、さすが。あ、そうそう、それでね、あんたからもやめるように言いなさいって、私まで巻き込まれちゃって。さすが桐生さん、話がわかるな。そうだな。ああ、私もタトゥーはさすがにダメって言うかも。はあ、え、なんか、いや、いや、ありがとうございます。キリュウさん。本当？いらっしゃいませ。ないない、別にこっちは彼氏が欲しくてキャバ嬢やった。ボーイと付き合ってる子もいるしね。ま、とにかく彼氏がいてもいなくても基本的にお客さんに口説かれて嬉しい子は。そうだな。でも男の人だったら喜ぶんじゃないの、見知らぬ女って。どっち？でもちゃんと女の子の気持ちを考え。あ、それで思い出した。変な男に引っかかってなければいい。でもそれでもし結婚とかまで行っちゃったら、結婚式でなんて言うの？
社交場って、そこまで堂々としてれば。ま、でもキャバで働いてること、漁師の同窓会があるんだ。おお。そうなんだけど、年々参加者が減ってきててね。ここな。ねえねえ、キリュウさんは同窓会に参加しない人ってどう思う？楽しくないってどうしてそう思うの？キリュウさんでもそうなんだ。ちょっと安心した。実はね、今度の同窓会私は欠席して。なるほど。なんかね、仲良かった子は割と結婚して、それに比べてそうする。今はちょっとお休みしよう。この前、別のお客さんから突然プレゼントをもらったの。ん？それがね、ちょっと趣味の悪いネックレス。サプライズみたいな感じだったから、前に私が高い注文とかしなくていいからねって言ったのを勘違いしちゃったみたいで、物が…それが一番迷惑なんだけど、せめて買ってあげるから一緒に行こうよって誘って…お、キリュウさん意外と知ってるね。だって違うお客さんが来るたびにプレゼントでもらったアクセサリーをコロコロ付け替えるわけにもいかないじゃない。全員から同じものをもらっておけば、みんな俺があげたやつだってなるもんね。ちょっと待って。どこ行っちゃうんだろうね。ありがとうございます。キリュウさん。ああ、あは。
や。いらっしゃいませ。あは。何頼みます？私ももらっていい？いただきます。はあ、なんだ今日もまた口説かれまく言った言った、あんたのことなんて全然好きじゃ。だよね。どうだ、そうする売り上げ落ちること。ああ、大体さ、男の人って、私は無理。例えば盛り上げるためだとしても、お客さん相手に好きなんて絶対言えない。どうだ、ちょ、いきなり何言い出すの桐生さん。いきなりそんな言葉、レイコもうからかわないでってば。何頼みます？頼む。はい、最近出勤前にペットショップに、今悩んでるとこなの。でもいつ、そうだな、だから踏み切れないのよ。どうしたらいいかな。そうなんだよね。明日お店、そうかも、一匹ならきっと。そういえば、ネットの掲示板に、何？なんかね、お店、それでね、私の、いいから、ちょっと考えてみてよ。ひょっとして、え、何？桐生さん、そう思ってるわけ？いや、そりゃ写真と違うとか、正直ルックスの、あ、いいのいいの、桐生さんはそう思わないんだって分かったから。いや、ありがとうございます。桐生さん、いらっしゃいませ。
へえ、何頼みます？頼む。はい、こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。ねえねえ、キリュウさん、この前も、ああ、そうそう、それでね、そしたらね、なんと店の外で、で、何？そうみたい。違うの、妹の方からデートしようって誘っても相手の男が絶対に外で会おうとしないのよ。そんなのってでしょ？もうその時点でアウトな。それが妹にも理由を言わないみたいなの。それでね、私実は相手の男。なるほど。もしそうなら不倫ってことになるし、絶対ろくなことにならないから、さっさと別れた方がいいと思うのよね。おいおい。なんでよ、キリュウ。いや、そっか。ありがとう、キリュウさん。ちゃんと妹の気持ちを確認してから話し合ってみることにする。ああ、うち、ああ、今度新しい作り笑いが、それで、だからまたあの地獄の撮影があるかと思うと今から憂鬱なのよね。どうだ？え？それいい。無理して、ありがとう。あのね、なんだと？全然お、なるほど、そう思うでしょ。え？例えばお酒を入れてもらっても中身はただのソフトドリンクにするとか。ひょっとして？え？単にお酒に強いだけかもよ。私マジで？ケリュウさんノリ。いや、ありがとうございます。ケリュウさん。あは。